皆さんこんにちは、金子正明です。こんにちは、小粒です。このチャンネルは毎回ジャズスタンダードを紹介し演奏するチャンネルです。さて、今回取り上げる曲は何でしょうか。こちらです。ということで、今回はスマイルをお送りしていきたいと思います。はい、スマイルといえばですね、この曲皆さんもよくね、テレビとかでよく耳にしたことがある曲なんじゃないかなと思うんですけれども、うん、この曲の作曲者って金子さんご存知ですか？結構よく演奏するんですけど、はい、作曲者までよく考えたことなくて。そうですよね、なかなかね、こうジャズは2になってくるとね、作曲者がこれは誰の曲だっけみたいな感じにね、よくジャズおじさんになってますけども。そうですね、この曲はですね、ジャズマンが書いたとか有名な作曲家が書いたわけではなくてですね、実はチャップリンが書いた曲なんですね。チャップリンがですね、主演して作ったモダンタイムス、有名ですね。1936年なんですけれども、そのモダンタイムスでこう使われた、でなおかつチャップリン自身が作曲した曲なんですね。モダンタイムスって映画、ミュージカル？映画ですね。映画、喜劇だと思うんですが、当時ね、声がない無声音楽ですね。無声音楽ってことは声が入らない、入らないから、まだこう音楽しか入らないってことか。そう、音楽も多分生のバンドが演奏したりするんじゃないですか。トーキーができるものね。詳しくはアーティストっていい映画がありますから。なるほど、はい、見てみてください。もうすぐググってもらってね。はい、ググってください。それは、はい、じゃあというわけで今回はスマイルをお送りしたいと思います。それではどうぞ。スマイル、 Though your heart is aching, smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you're smileSadness, although our tears